ノゴメトニクルブードムジャレは、スロベニアのドムジャレをホームタウンとするサッカークラブ。1921年に創設されたスロベニアで最も古いサッカークラブの一つである。1921年、初代会長のスタンカムスコカムによって、SK ディスクのクラブ名で創設された。第二次世界大戦中は活動を停止したが、1945年9月に、 以前のスタジアムで戦後初の試合を行った。このスタジアムはドムジャレスポーツパーク会場前の1947年まで使用された。スロベニア独立後に創設された 1SNL の最初のシーズンは21チーム中19位に終わり二 SNL へ降格した。2005から06シーズンから2006から07シーズンにかけて32試合連続無敗の スロベニア記録を作り、2006から07シーズンにクラブ初となる 1SNL 優勝を果たした。2007年、スロベニアスーパーカップで初優勝した。2007から08シーズンには 1SNL で2連覇を達成した。2009から10シーズンは、スロベニアカップで初めて決勝に進出したが、延長戦の末、マリボルに2から3で敗れた。 同じ顔合わせになった2010から11シーズンのカップ戦決勝では4から3でマリボルを破り初優勝を果たした。この結果、スロベニアサッカーの国内主要3タイトルをすべて獲得した。なし出展2018年8月31日、現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。